タイとカンボジアの国境紛争は2008年に始まったプレアビヒア寺院の帰属をめぐるタイとカンボジアの国境紛争である。両国の国境問題は1863年フランスがカンボジアを植民地化した後20世紀初頭に大の領土であった現在のカンボジア北部がフランス領に活上されたことに始まった。その際、 ダンレック山地の分水嶺が国境線と定められたが、フランスが定めた国境線とタイの主張するダンレック山地の分水嶺が一致しない事態が生じ、プレアビヒア寺院はまさに貴族がはっきりしなかった。第二次世界大戦後はタイが自国の警備兵をプレアビヒアに常駐させて実行支配していたが、独立後のカンボジアが同時委院の領有権の確認を、 求めて国際司法裁判所に提訴1962年の判決で人員周辺におけるカンボジア側の主権が認められている。タイ側は不満を示しながらもつい最近まで同判決に従ってきた。2008年初、カンボジアがプレアビヒア人員遺跡を世界遺産に登録するようにユネスコの世界遺産委員会に申請した。ユネスコの世界遺産委員会が プレアビヒア人遺跡をカンボジアの世界遺産に登録することにした。それに対して、タイ国内の政治団体や市民団体が、この合意に激しく反発した。同年7月、タイ軍兵士が国境を越えて、カンボジア領に侵入し集結した。同時に、カンボジア軍もタイとの国境地帯に数百人規模の部隊を配備した。同年10月、 両軍艦は、プレアビヒア寺院から数キロしか離れていない国境地帯で銃撃戦を進め、カンボジア兵二人が死亡、太平七人が負傷した。2011年4月、カンボジアは国際司法裁判所に、プレアビヒア周辺の国境を未確定地域の領有権に関する判断を求めた。同年7月、国際司法裁判所は、紛争地域に非武装地帯を設定し、 両国に即時撤兵するよう命じた。2012年7月、両軍は国境の紛争地域から撤兵した。ありがとうございます。